今日の朝ごはんはメロンパンとコーヒーです。あと漫画もちょっと読みたいなと思ってました。
けた。よかった。昨日の夜遅くまでポケモン GO をやって、朝早起きて家の近くにカビゴンがいたので捕まえに来ました。ちょっと疲れた。あんまりローズジャム、ローズの匂いあんまりしてないけど、めっちゃ楽しみにしてます。なんかちょっと寂しそう。ジャムとパンだけだけど、めっちゃ楽しみです。いただきます。あ、おいしい。すごい、めっちゃローズの味してる。うん、おいしい。今日買った漫画を紹介したいと思います。今日3冊しか買ってないです。あと、シャルハウスと夜更かしの歌をもう買いたいんですけど、今月漫画に結構お金使いましたので、今日は3冊だけにしました。残りは来月買うかなと思ってます。まずは東京リベンジャーズの、28巻です。今回の表紙は若と弁慶です。かっこいい。この表紙もめちゃめちゃ好きです。実は2冊欲しいんですけど、ちょっとお金は、いや、これは楽しみです。次はファンブックです。これは、3代目のファンブック、イザナとマイキくんが表紙になってます。かっこよすぎ。うわ、後ろもめっちゃかっこいい。このビジュアルめちゃくちゃ好きです。うわ、いい感じ。後で読みたいと思ってます。で、最後はうち あのお気に入り漫画、少年のアビス。あのアニメイトで購入す と、アニメイト特典がついてるので、ぜひアニメイトの方で購入してみてください。あと海外の、英語のリリースも決定されましたので、来年の、春になるんですけど、発売されたらぜひチェックしてみてください。本当に面白い作品です。